はい、こんにちは。小6算数始めます。今日はね、点対称、ね、についてやっていきたいと思います。前回はね、線対称、線でしたね。今回は点です。点対称になります。で、点対称の図形っていうのはどういうなこと図形かというと、まあ、例えばこんな図形が点対称になります。で、点対称ってどういうことかっていうと、一つの点を中心として180度回転したとき、元の図形とぴったり重なる図形ね。これ言葉で言うとちょっとね、ややこしいが残っちゃうんですが、これね、例えばね、この上の図形と下の図形があるとして、この中心、ここを中心にね、ここに、例えばこういう紙が切り抜いてあるとして、ここに画鋲を刺してね、くるって180度回転するとぴったり重なる、そういう図形を点対称って言います、ね、点を中心にしてくるって180度回してあげて、180度回転した時に元の図形とぴったり重なる図形になります。線対称はね、ただ単にね、こうペタって折り目をつけて折り曲げるっていう図形でしたが、点対称は点があってそれからくるって回す、ね、こういう図形になります。なのでこれね、この上のと下の図形があるとして、これね、この点とこの点が一緒になりますね、くるって回して、で、この辺とこの辺もくるって合わせてありますね。こういう風になります。で、このね、中心、軸になるね、まあ、画鋲を刺すところ、ね、くるって回転する中心のところを対称の中心っていう言い方をします。線対称の時はね、折り目のところを対称の軸って言いましたが、点対称の時はね、対称の中心って言います。いいですか？で、対称の中心にはね、求め方があってね、対応する点同士を結ぶ直線2本が交わった点、こことこの場合ね、こことここ対応する点ですね。なので非線引きます。で、こことここも対応する線ですね。2本線引きます。するとね、必ずどっか1点で交わります。そこが対象の中心になります。いいですか？こういうふうにして対象の中心を求めます、ね。対応する点同士を結ぶ。で、もう一本結ぶ。そしたら絶対どっかで交わるんでね、それが対象の中心になります。いいですか？で、点対象の図形の対応する点を結ぶ直線は対象の中心を通る、ね。まあ、さっきも言いましたが、対象の中心を求めるときこうやって求めるんだから、必ず対象の中心を通ります。こことここだったとしても、必ず対象の中心を通ります。ね、こことここだってもね、こうやって引いたら必ず対象の中心通るんですね。こういう風になります。で、対象の中心から対応する点までの距離は等しくなる。これね、まあ、線対称のね、対象の軸の時もちょっとやったと思いますが、ここね、あれもね、対象の軸から対応する点までの距離は一緒ですよってやりましたね。それとほとんど一緒です。対象の中心からここまでの距離は、ね、お互い同じになります。いいですか、ね、これも絶対そうなるんでね、しっかり覚えてください。いいですか、この2つの性質ね、これが点対称になります、ね、よくね、線対称と点対称がごちゃごちゃになってね、なんか線対称に対称の中心があるとか言ったり、点対称にね、対称の軸があるとかね、なんか間違ってごちゃごちゃしてしまう人がいますが、そうじゃなくて、線対称は対称の軸、点対称は対象の中心、ね、この関係をしっかり覚えてください。いいですか、ね、こういうね、最初ねちょっとくるって回転させるっていうのがね、想像しにくいかもしれないですけども、慣れてきたらね、だんだんくるってひっくり返るって分かるようになります、ね、で、最初ね、慣れないうちはね、こうプリントとかね、紙をね、こう自分でね、机の上で動かしてね、やってみてもいいんですが、テスト、もしテストの時にね、そんなことを知ってるとちょっとね、ダメなんでね、それはやめてほしいんですが、勉強してる時もね、ちょっと紙をね、こう上下逆にしたりとかね、ひっくり返したりとか見てね、どれが点対称かなっていうのを分かるようになってほしいと思います。いいでしょうか。はい、ではね、次いきたいと思います。はい、次ね、例題です。図の平行四辺形は点対称な図形です。次の問いに答えます。平行四辺形、ね、これは実は点対称の図形なんです。
ですね。これ覚えておいてくださいね。いいですか。で、1番。図に対象の中心を書き入れなさい。ね。まあ、もともと最初何も書いてないとしたら、O を書き入れるのはどうすればいいかといったら、対応する点同士を結ぶ。で、そこを交わったところが O になります。いいですか？こういうふうに書いてます。2本の直線が交わるところですね。対応する点同士を結んだ直線をね、2本引いて、そこが交わるところが O になります。で、次。点 C に対応する点はどれですか？点 C。これに対応する点、わかりますね。もう線も引いたのすぐわかりますね。これは A になります。点 A です。ね、まあ、線対称の時も言いましたが、対応する点はどれですかって聞かれたら、必ず点何々っていう書き方してくださいね。A だけとかね、B だけとか、そういうような書き方は×になります。いいですか？点何々って必ずつけてください。次、3番目。辺 AB に対応する辺はどれですか？ね、辺 AB。ね、この辺ですね。この辺に対応する辺はどれですかって言われたら、これね、辺何々って答えてほしいんですけど、答え方ね、A に対応する点が C ですね。B に対応する点が D です。なので、AB って言われたら、CD って答えないとね、ダメです。いいですか？辺 CD になります。ね、AB に対応する。ということは A に対応する点が C、B に対応する点が D、ね、A から出発して B に出てる終わってんだから C から出発して D で終わらないとダメです。なので辺 CD、 この書き方になります。ね、辺っていう言葉も必ずつけてください。CD だけではバツです。いいですか？で辺 CD、ね、もし辺 DC ってする人がいたらね、それね、まあひょっとしてね。おまけで丸してくれる人もいるかもしれないですけども、ね、そんな期待してでもダメなんでね、しっかり正しく、ね、CD で書けるようにしてください。いいですか？はい。こういうね、問題が点対称の問題になります。いいですかね。このね、特にね、この対称の中心を書き入れなさいという問題よく出てくるのでね、書き方しっかり覚えてくださいね。何回も言ってますが、対応する点同士を結ぶ直線をね、2本引いて、そこが交わるところです。いいですか？ね、こういう意味になります。いいでしょうか。ね、はい。ではね、次、いきます。はい。じゃあね、ここから問題です。次の図のうち、点対称の図形はどれですか？すべて選びなさい。ああいうえね。これね、まあ、補足しておくの、これ平行四辺形です。E はね、まあ、まあ三角形ですね。まあ二等辺三角形ですかね。こことここが等しい二等辺三角形。U はね、まあアルファベットの Z みたいなね、図形です。A はひし形です。いいですか？この中で点対称の図形はどれですか？すべて選びなさい。ね。すべてって言ってるので、一個だけではないっていうことですね。いいですか？で、次ね、二番目。上の図で点対称の図形の場合、対称の中心を書き入れなさい。ね。もしね、A が点対称の図形だとしたら、対称の中心はどこかなっていうのを自分で書き入れなさいっていう問題です。いいですか？はい。ではね、一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね？できましたかね？中心やっていきたいと思います。まずね、あの平行四辺形、これね、どうだったかっていうと、さっき例題でもやりましたが、これね、点対称の図形ですね。ね、これ、まあ、ここで切ったとしても、ここでくるって回したらありますね。すると、これね、対称の軸はどうなるかっていうと、まあね、分かったらこっちもやりましょうね。ここに対応する点はここです。なので、ここからここに線を引きます。で、ここに対応する点はここです。ここに。で、交わる。必ずどっかで交わるので、ここが対象の中心 O になります。ね、こういうふうに書きます。いいですか？ね。次、二つ目。E。三角形ですね。これ、なんかどっかに点つけて、くるって回したら、なりますかね？ならないですね。なので、これ、E はね、違います。
ですか。次、ううね、これ Z みたいなやつですが、これね、これもしごめんね、この辺で分けたとして、この辺でくるってしたら実はこれなるんですね。なのでこれね、まあ、これまあまあであーで、E は違って、うはこれ実は点対称の図形ですね。で、点対称の図形なので、これね、これも対応する点を引いてみたらいいですね。まずじゃあ、ここに対応する点はここですよね。次どこにしましょうか。じゃあここにしよう。ここに対応する点はここですね。すると、ね、ここら辺、ちょうど真ん中ですね。ここが、ね、ここが O になります、ね。ここにね、真ん中に画鋲をさせてくるって回したら一緒になるって感じですね。こういうふうになります。で次、ひし形。ひし形もね、これ、ね、なんかこっちをくるって回したらこっちに重なる、ね、点対称な図形です。なので、これもね、これはこことここが対応してて、こことここが対応してて、ここですね。ここが O になります。いいでしょう。ね、どうですかね、できましたかね。ね、注意してほしいのはね、こう線対称の図形とごっちゃにならないように気をつけてくださいね。例えばね、E の三角形とかは、ね、線対称の図形ではあるんですね。対称の軸はあります。ただし点対称の図形ではないんですね。いいですか。こういう図形あるのたくさんあるのでね、気をつけてください。例えばね、最初の R の平行四辺形とかね、平行四辺形はね、点対称の図形ではあるんですが、線対称の図形ではないんですね。対称の軸がない。できないんですね。そういうふうにね、こう点対称な図形だけとか線対称な図形だけっていうのもあるし、ひし形みたいにね、線対称でもあるし点対称でもある図形っていうのももちろんあります、ね、こういうふうにね、ややこしい、ね、いろいろなパターンがあるんでね、こうしっかり覚えてください。いいですか。で、あとね、問題で何を聞かれてるかね、点対称を聞かれてるのか線対称を聞かれてるのか、その辺とかもね、読み間違いのないようにね、していってほしいと思います。いいでしょうか。はい。ではね、次いきたいと思います。はい、次も問題です。右の図は、右っていうか次の図は、点 O を対称の中心とする点対称の図形です。ね、次の問いに答えます。ね、こういう図形、ちょっとややこしい図形ですね。変な図形ですね。ただ、ね、対象を中心とする点対象の図形ですって言ってるんでね、そこから問題を解いていきます。点 A に対応する点はどれですか、ね、1番。2番が辺 CD に対応する辺はどれですか。3番は DO、ね、DO の長さが 5cm の時 DH の長さは何 cm ですか、ね、3番はちょっとした計算問題ですね。これね、しっかりできるようにやってほしいと思います。ではね、一旦映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあやっていきたいと思います。まずね、1番、点 A に対応する点はどれですか、ね、対応する点ね、まあ一番分かりやすい求め方としてはね、対象の中心を通るようにね、線を引くんですね。すると、これね、ここです。A に対応する点は E になります。ね、点 E。この書き方しっかり覚えてくださいね。E だけではダメですよ。点 E って書いてあります。いいですか？次、2つ目。辺 CD に対応する点は、辺はどれですか、ね、辺 CD、CD、C から始まって D です、ね、これもね、これを対象の中心を通る線を引いたりですね、ちょっと線が斜めですが、これ定規で引いたらね、きれいに引けるんでね、するとここになります。
C、G から始まって D に対応する点は H なので G から始まって H、ね、この線になります。いいですか。 G から始まって H ですよ。いいですか。なのでこれね、答え方としては辺 GH、ね、こういうふうになります。ね、HG じゃないんですよ。辺 GH になります。いいですか、ね、ちゃんと辺っていう漢字もつけてください。いいですか。次3番 DO の長さが 5cm、 DO、ね、これが 5cm だとしたとき、ね、DH は何センチメートルですか、ね、これ天体ショーの図形の特徴でやりましたね。対象の中心から対応するまでの対応する点までの距離は、ね、お互い等しくなるんですね。なのでここも5センチメートルになります、ね、すると DH は5センチと5センチなんで10センチメートルになります。いいですか。どうですかね、できましたかね、これね。これね、対応する点の書き方とか辺の書き方ね、しっかり何回も言ってますが、しっかりね、今のうちにしっかり身につけてください。いいですか、ね、アルファベットだけ書かないようにね、気をつけてください。いいでしょうか。間違った人はね、またしっかり見直すようにしてください。はい、ではね、次いきます。はい、次ね、今日はここまでですね。4番、これね、点 O を対象の中心とする点対称の図形をの半分を表しています。残りの図形を書きなさい、ね、これね、ここを対象の中心とする図形の途中なんですね。なので続きを書く、こっちも続きを書く。これね、点 O から離れてる図形ですが、ね、これでもね、点対称の図形というのを書くことができます。いいですか、これね、しっかりで、ね、思い出してほしいのは、対象の軸から対応するまで、対応する点までの距離は、ね、お互い等しいんですね。こっちからここまでの距離と向こうにある距離と等しいくらい。なのでね、その各点をこっちに、ね、打っていって、最後に結んでいく方法でね、やっていってほしいと思います。いいでしょうか、ね、時間かかってもいいのでね、丁寧にやってください。はい、いいですか。ではね、一旦映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まずこれね、一個一個考えていきましょう。例えばね、じゃあこの点に対応する点。この点は、O からどんだけ離れてるかっていうと、4個いって4個上がってます。4個いって4個上がってるということは、これね、4個いって180度ぐるっと先だから、4個いって4個下がる、ここ、ね、ここになります。いいですか。1、2、3、4個いってここになります。ね、で、この点は2個下がって2個上がってますね。なので2個いって2個上がる、ここ、ね、で、次この点、この点やこの点、次この点、この点は横に4つですね、ここになります、ね、じゃああとはね、結んでいったらいいですね。ここからで、あとはここからここで、こことここの辺とこの辺で、この辺とね、こういうふうになります。ね、これをくるっと回すと一緒に形になりますね。こういうふうになります、まあ、先生の図はね、ちょっと手で描いてるのでちょっとね、ガタガタしてますが、上下で描くとね、きれいにできます。はい、ではね、こっちの図、これもね、じっくり考えたらいいです。いいですか。点のね、まあ、ちょっと順番を考えていったらいいかと思うんですが、
これね。例えばまずこの点は、ね、2個いってますね。3個ですね。なのでここになりますね。で、じゃあこの点は2個いって1個上がってるんで、ね、まあ、こういくと2個いって1個下がってるんで2個いって1個上がってるね。こうなりますね。で、次、ここは、ね、2個いって1、2、3、4個上がってるので2個いって1、2、3、4個下がる、ね、ここになります。で、ここは4個いって4個上がってるので4個いって4個下がる、ここね。で、ここはね、3個下がって3個下がって4個いってるので3個上がってここになりますね。いいですか。でね、やっていただきますね。なので、まずここに対応するのがここですね。ここで、次はここに対応するのがここで、ここに対応するのがここで、ここに対応するのがここで、最後ね、ここに対応するのがここね、こういう形になります。いいですかね。これね、先生はね、こう、あれ、こう、一個一個こう、マス目測ってやりましたけど、ここね、こう、例えばここにこうやって線引いて、ね、二個いって、一個上がる。二個いって、一個上がる。みたいなね、こう、一個一個こうね、線を、対象の中心、通る線を引いてね、書いていって、最後にね、きれいに清書する。ね、こういうやり方でもいい。最初はその方がね、丁寧で分かりやすいかもしれないですね。一点一点ちゃんとね、こう、線を引いてね、で、2個、3個いってるから3個いってるとかね、こういうふうにやっていくと、ね、分かりやすいと思います。いいでしょう。ね。こういう形になります。これをくるっと回すとね、こういうふうになります。いいでしょう。はい。ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。